はい、始まりましたカスさんチャンネルです。今日は NSR、MC1889 ですね、ロスマンズ仕上がってきたのでですね、さらに、距離を伸ばしてテストでなんと関西で毎月末、定例で行われている NSR ミーティング行ってみたいと思います。はい、ということでスタートしました。PGM の方は中華の PGM2 を、搭載しておりますので、少々アイドリングが不安定でちょっとその辺がね、不快なんですけども、とりあえず、目的地の枚方まで1時間以上かかるということで、ちょっとね長距離テストも兼ねて、走行しております。現地では、ジョナさんと、HK さん、加算チャンネルのお仲間の NSR の方とですね、ライコランド枚方で待ち合わせしてますので、ちょっと遅れ気味なんでね、急いでいこうかなと思ったところです。はい、迷いながらようやく着きました。じゃーん、ライコランドです。898916、ジョナさんと加算と、HK さんの NSR です。うわ、ライコランド行ってみます。HK さんがいはる。HK さん来ました。来ました。はい。買いました。今来たかったり。いや、もう僕も迷子になって。あ、そうですか。ようやく到着しました。安くなってるの買いましょう。3人でスンドゥブと食べてます。美味しいです。僕は、なんだな、ホルモンスンドゥブめちゃくちゃ美味しい。うん、チェーン店なんですけど、前の MC28 の人と食べに来たところのチェーン店です。で、この後NSRミーティングあるんですけど、その MC28 の方ね、一緒に食べた人、行きます言うて連絡来たんですけど、すいません、バッテリー死んでて行けないですって連絡あって残念。さあ、3台で行きましょうか。とにかく僕の89からえぐいぐらい煙出てるんで、HK さんの16がから順番に16、18、89ってなってます。今移動します。おー、ソープランドゴールド。こっち暗いな。こっち暗いな。ソープランドゴールド来てます。めっちゃあれ、これどのぐらい走っても、どのぐらい、めっちゃ走った、距離的にはね。え、すごい。メーターついてない、オドメーターついてない。メーターこれ変えてるでしょ。はい、ね、またゼロから。またゼロから。素晴らしいです。いっぱいいろんな人が来てます。やばくない、ガンマめっちゃ綺麗。女の人が乗っててんて、だから綺麗なままなんやって。
ほんと音がめっちゃ良くない、なんかブリブリ言ってないというか心地のいい21レプソル、いっぱい今日は来てますよ。21がやっぱ多いですかね。21多いですね。ジョナサンです。ニセロスマンズです。中華の中の中華です。でも結構地理合ってますね。綺麗ですねこれ。綺麗やな。めちゃくちゃ綺麗。光ってません。はあ。この辺ちょっと見てください。めちゃくちゃ綺麗です。はあ。税の限りを。いいなあ。メタリックなってる。ほんまっすね。でもこれあれらしいですよ、あの88らしいです。はい、89仕様の88らしいです。そしてこれはこれ89、これ89、これが89。あー確かに確かに89の証ね。でこれが88の SP マグホイールね。やっぱ本物はちゃうな。僕のやっぱり前オーナーが右こけてるから。そんなことないですよ。ここは塗装屋さん乗ってもらったからまだいいんやけどね。はい、やっぱこうやって、はい、でこれはシールはいはいはい、ここの点灯傷が何度なんかしたいんだけど、どうしようもない。大丈夫ですよ、これでいいですか。全然綺麗です。あとスクリーンもちょっと綺麗にしたい感じですか。スクリーンなんかね、磨いたら綺麗になるやつあるらしいですよ。でもね、あ、カッサンじゃないですか。なんかカッサンチャンネルのカッサンです。カッサンです、ね、いや、これでも結構ね、磨いたんですけどね、はい、まあ、まだまだ磨き足りね、はい、磨きましょうか。磨いていきますか。これ21 うん、21 SE ね。 SE 同じの向こうだと全然か綺麗さが違うね。でもやっぱ塗ってもうたらあれやね、綺麗で。ほんまですね。この塗装7000円。あ、それは全然いいじゃないですか。これを知り合いの人にちょっと塗って。へえ。ちょっと僕もあんまり何も思ってなかったんですけど、あのロスマンズの僕のだけあの水平なんですよね。みんなのロスマンズはこう斜めに上がってるんですけど、ちょっとあの。恥ずかしくなってます。ちょっと母さん恥ずかしくなってます。ロスマンズが水泳っていう。いやー今日はちょっと本当に、まあ、NS1 とかね、あと母さんが作ったねソープランドゴールドの N とかもありながら、たくさんの NSR を愛する方がたくさん来られてですね、総勢何台ぐらい結構いますね。でまあいろいろね、まあ、ガンマとかね、バッテすごいフゼッター、書類起こしは楽しかったです。お、今撮ってますよ。あ、撮ってるんですか。今撮ってますよ、ヤマケンさん。 NSR 界隈ではちょっと有名ですもんね。そうなんですか、僕。やっぱりあのヘルメットを見るとロスマンズで、あ、ヤマケンさんだっていう感じですよね。そろそろちょっとヘルメットを変えたいと思ってます。最近はあのレース活動もやってますけどもね、怪我のないように頑張ります。カスさんはあの一周も回らずに肋骨を折ったっていう伝説作りました。また行きましょう。また行きましょう。僕も行きます。11月行きますよ。あ、全然行きます。はい、あとあのサーキットにあのつなぎ忘れていって一周もできなかったっていう伝説もあるんで。はい。11月28日ね。もうマイクアダプターがちゃんと取れてるかどうかが微妙なんで。よいしょー。
ということで楽しかったですね。なんかまあ NSR 以外にもたくさんバイクが集まる場所っていう感じでしたね。はい。でもちょっとね、ここに到着するぐらいで、なんかちょっとフロントブレーキのパッドの残量の件でちょっとなんか泣きが入ってきて、なんかちょっとおかしいので、ちょっとリアブレーキをメインであんまり無理せず帰ろうかなって思ってます。はい。なので、カッサンの悪いところでですね、部品をですね、ちゃんと新しくせずに、なるべくありものだけでやるとこうなるっていうパターンでですね、はい。ちょっとフロントブレーキがね、ご機嫌斜めなんで。で、あれ、前走ってんの、あれ、僕が前作ったソープランドゴールドの NSR50 のね、しっぽくんも一緒にいるっていう、はい。まあでもあれだけ NSR が集まってると壮観でしたね。感動しました。行ってよかったです。煙の出る量がちょっと多いんだな。ちょっとオイルが濃いんかなと思ってガソリンさらに入れたいと思います。はい。でもとりあえずね、往復2時間以上かな、こうやって走ってこれたのは良かったと思います。ただ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 メーターワイヤー切れました。大体です。最悪メーターワイヤー切れたんですよね。あんまね入らないと思うんですけど、実は入れてみましょう。メーターワイヤー切れた。でパッドも変えない、うん、でもそうやって不具合出しして完璧なね89作っていきましょう。カッサンチャンネル、また来週。
い夢見る少年ではいられない昔の自慢を持ち出して若い頃の思い出語り始めたらいけてないとにかくバイクの関連動画間違い整備速定評価困ったらネジザウルスで回す回す壊す知らないことはフォロワー助けてくれるはずさスーパーチャー原付き焼き付くのだけ怖いあの匂い走り続けるチャンネル登録してねよろしく